はい、よきじゃん、こんにちは。あ、すいません、ちょっと熊牧場行ってきたんで北海道野生の、はい、あれをちょっと今完全に熊っぽいですね。あ、本当ですか。ちょっと髪の毛の、あ、そうなんですよ、ちょっと意識して、はい、あのヒグマに会ってきたんで、はい、俺もヒグマになろうかなと思うんですけど、今日は何でしょうか。今日はですね、はい、ライジンさんのまたカード発表がされてます。3月の23日の神戸ワールド記念ホールライジンランドマーク6ですね。来ましたね、はい、その中でまた気になるカードを、はい、の勝敗予想をかしこまりました。お願いできないかなと。かしこまりました。ホベルト・サトシ・ソーザ選手 VS 中村慶太郎選手。あ、これはこれがすごいですね。すごいです。これはライト級です。71キロ級です。あ、じゃあ慶太郎選手を落とす、落とすんですね、感じですね。相当面白いんじゃないでしょうかね。相当面白いですね。まあグラップラ対決ですか。いや、グラップラ対オールラウンダーじゃないですか。慶太郎選手左ストレート強いです。ボクシングすげえうまいイメージがありますね。なるほど。かといってまあサトシ選手も打撃できないわけじゃないんで、はい、北川選手 KO したり廣田選手 KO したりしてるんで、パンチも独特のこのパンチがあるん で、ね、まあオールラウンダー対決じゃないですか、僕から言わせれば。なるほど、はい、その中でもお互いに決め、慶太郎選手はバックチョーク、サトシ選手はもう、まあ、全てですね、の決めが、寝技の決めがあるという選手との対決になりますね。どうなりそうですか、これは。慶太郎選手、あれですよね、サトシ選手のお兄さんのマルキーニョス選手を左ストレートで KO してるんですよね、確か。そうですね、まあ、そこら辺もやっぱりあるんじゃないですか、そのサトシ選手的には兄貴の敵じゃないですけど、会見では別に関係ないって言ってましたけど、まあ、きっとあるとは思いますね。まあどうでしょう、これは勝負のキーというのはサトシ選手のパンチが当たるかに僕はなると思いますね。もともと慶太郎選手77でやってた選手なんで、フィジカルも強いと思うんですよね。で、まあ、そこで打撃のないいきなりのタックルのテイクダウンを狙ってもなかなかテイクするのは僕は厳しいんじゃないかなと思ってて、サトシ選手のパンチが当たれば、これはちょっとサトシ選手テイクダウン、ね、あの 取りに行けるなと思うんですよね、僕は。なるほど。パンチが当たらないとやっぱりテイクダウン切られて、まあ慶太郎選手すごくパンチボクシング巧みですから、こうポンポン左ストレートを当てていかれる、それでドミネートされる展開になる可能性もあると思うので、ここはサトシ選手の打撃が当たるか当たらないかを注目ポイントだと僕は思いますね。はい。あとは MMA ルールでのこう、まあ、グラップリングというか寝技の場合、はい、どっちに分があるか、どう思いますか。離れますかね、慶太郎選手は。それとももう付き合いますかね。僕は離れると思います。あ、離れますか、うん、やっぱ打撃でパンチで勝負するんじゃないですかね、慶太郎選手は。なるほど、うん、あとやっぱりピットブル戦を参考にしてカーフ結構入ってたんで、サトシ選手にそこら辺も狙っていくんじゃないですかね。なるほど。慶太郎選手サウスポーなんで、前足の右足のローですか、蹴ってってポン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 蹴ってってストレート狙っていくんじゃないかなと僕は思いますね。サトシ選手はいつも通り行くでしょうね、あの組に、うん、どんどん組に行くと思うんで、サトシ選手のパンチ打撃が当たるかがキーになると思うな俺は。あと慶太郎選手はあれですよね、昔 UFC とか出てる時はライト級とか出てましたね、はい、出たことあると思うんですけど。そうですね、久しぶりに落とすって言ってましたもんね、ですね、会見でも。そこのコンディションも確かにどうなるかなっていう不安はありますけど、でも落としたってことは見据えてたと思うんで、うん、僕も去年大晦日やった時、まあ、ずっとフライ級見据えてたんで、かなり久しぶりに落としましたけど、うん、相当コンディション良かったんで、お、うん、まあ大丈夫じゃないですかね、慶太郎選手も、まあ、落としたことがない、はい、ライトと、まあ、何回かライトで試合をしたことある、で今回はポストをするのは若干こう違うと、うん、違うと思いますね、うん、はあ、まあ、私の予想は慶太郎選手
判定勝ちかなと、パンチでドミネートするかなとは思いますね、私の予想ですけど。これタイトルマッチですか？いや、これはノンタイトル戦ですね。あ、そうですか、はい。じゃあこれケタロ選手が勝ったらダイレクトでタイトルマッチっていう可能性も。ありますね。そうですよね。で今回はまあランドマークなんで金網。あ、金網ですか、これは、はい。これはそうなってくるとケタロ選手ますます有利だな。あ、有利ですかと思いますね。結構リングって立ちづらいんで、金網は結構壁を背にして立つことができるので、やっぱり慶太郎選手の判定勝ちかなと僕は思いますね。慶太郎選手はもう39とか40歳ぐらいですね。ああ、確かに戦って小木ちゃんよりも年上のまたこのベテラン選手と、やばいっすね。あ、まあそっかそっか、年齢もそれぐらいいってるんですもんね。まあでも巧みに慶太郎選手が判定勝ちするんじゃないかなと思いますね。なるほど。そうですね。逆に佐藤選手のパンチが、まあ、やっぱり年齢重ねてくると人間ってやっぱりそのパンチへの反応速度というか落ちてくるんで、そこでね、佐藤選手のパンチが結構ボンボン当たるようだったら佐藤選手がかなり有利になるなと思うんで、そこ注目してみたいですね、僕は。その打撃の攻防、打撃が当たるのかどうか。そうですね、はい、ですかね、と思いますね。いや、楽しみですね。すごく楽しみです、これは。これどうなんですか、3月あと、井上直樹対佐藤翔子選手ですか、はい、もありますし、メインはでもやっぱり佐藤選手になるのかな。まあそうですね、ですよね、チャンピオンですからね。チャンピオンですからね、はい、いや面白いなと思いますね。神戸大会、神戸大会、あと萩原選手対武田選手もありますからね、はい。こちらはまあ以前も勝敗予想を上げさせていただいているんで、はい、そうですね、はい、それを見ていただければなと思います、はい、楽しみですね、これは楽しみです、はい。まあ、会場に行けない方はまたペーパービューが、そうですね、思いますので、はい、そちらを購入していただいて、はい、ライジンを皆さんで盛り上げると、盛り上げていければ、はい、いいかなと思います、はい、そんな感じでしょうか、はい、はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。